岡崎世界子ども美術博物館は愛知県岡崎市岡町にある子供のための参加型体験美術館。1985年に開館。愛知県と各市町村が共同で行う地域文化広場計画が1980年頃から進められる。1981年12月8日、中根静雄市長が市議会本会議で岡崎地域文化広場について 世界の子供の美術、芸術、こういうものを接点にいたしましたところの、世界の子供美術館こういうものをメインにいたしたいと発言し、美術館が建てられることが決まった。1985年5月4日に開館。備品購入費として、岡崎市島坂町の株式会社東はの後藤正俊社長が300万円、岡崎製パン株式会社が100万円、 同志羽根町の放送資材会社が100万円寄付した。同年9月15日発行の市政だよりに、富田勲が作曲した、岡崎世界子ども美術博物館のテーマ曲の楽譜が掲載される。市は、市政だよりの同日号で、テーマ曲の題名と歌詞を募集した。1992年3月、ふれあい広場に、遊具、妖精の住む浮かぶ島が完成。同施設は、 子供のための施設に役立てて欲しいと前述のことを、まさ社長から寄付された1億円を元で西が建設したもので、広さ約150平方メートル、高さは約8メートルに及ぶ。ありがとうございます。